皆さんこんにちは、女子プロゴルファーの有村千恵です。今回は女子プロゴルファーの YouTube のご紹介をしたいと思います。女子プロゴルファーもですね、結構 YouTube アカウント開設してる選手が多くて、すごく面白い YouTube アカウントもたくさんあるの で、皆さんもやっぱり知らない方も多いと思うし、女子プロゴルファーって YouTube で検索したら、まあ全然違うのが出てくることが多くて、本人たちのアカウントになかなか飛びづらいと思うので、ぜひここで YouTube アカウントをやってる選手を知って、その選手の YouTube などを見ていただけたらなと思って紹介させていただきます。まずは川本ゆいプロ。ゆいちゃんのアカウントは結構有名、まあ登録者数もすごく多いですし、テレビなどで取り上げられてることも多いんで、多分知ってる方も多いと思いますけど、結構レッスン系が多い中で、歌を歌ったりとか、あとやっぱりコラボしてる動画とかもたくさんあるので、すごく面白い動画がたくさんあります。はい、もうどんどんいきますね、多いので。で、次は成田みすずプロですね。ミスは本人が自分でもう撮影から編集までやってたんですね、最初は。今はちょっとどうかわからないけど、基本的には女子プロと合宿とかのラウンドの風景とか、トレーニングしてる風景とかが多いんですけど、女子プロとのラウンド風景すごいもうワイワイ楽しくやってるので、結構こう女子プロの練習ラウンド風景をこうただな見ておきたいとかっていう方にはすごくおすすめです。レッスンとかもあると思います。勝みなみプロの YouTube は練習風景とか、結構そのスイングのこうコツとかを教えてるやつとかも多いし、それこそレッスンもありますし、みなみちゃんはねすごく急激に飛距離が伸びた選手なので、やっぱり体の使い方とかすごく本人なりに考えて研究して飛ばせるようになったと思うので、やっぱり飛ばしたい方とかにはぜひ見てもらいたいアカウントだなと思います。浅井咲希選手ですね。浅井咲希ちゃんは結構オフショットとか日常なんか Vlog みたいなのが多いのかな。レッスン系も多少はやってると思うんですけど、合宿の風景とか結構プライベート感ある普段のさきちゃんが見れるような感じのアカウントだなと思います。で、試合とは全然違う雰囲気が見れて、またちょっとそれも楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。飯島あかねプロ、これあかねさんがまさか YouTube をやるとは思ってなかったうちの一人です、私は。っていうのも飯島あかねさんって、まあ、私大先輩なんですけど、まあ、本人の前でも言えますけど、ちょっとやっぱ天然なキャラの人だったので、なんかあんなにしっかりとレッスン系の話をあんなにちゃんと喋れるんだみたいな、ちょっと意外でした本当。でもワンポイントで劇的に変わるコツとかをすごく紹介してらっしゃるので、すごく勉強になると思います。ぜひゴルフされる方はね、見てもらいたいアカウントだなと思います。堀夏香プロですね。なっちゃんはちょっとね、サムネイルパーティー見たんですけど、何やってんのかよく分かんなかった。なんか基本的にはいろんな人とラウンドしてる動画を上げてるような感じだと思うんですけど、なんか堀夏香さんに関しては私が期待しているのはちょっとやっぱりそこじゃなかったんですよね。なんかなっちゃんってアイドル願望がすごく強い子で、なんかねちょこちょこそういうのがやっぱり垣間見える YouTube アカウントだなと思いました。最近調子がいい堀琴音さんの、まあ、姉妹出演とかも結構あるので、姉妹ならではのこう掛け合いとかそういうのはすごく楽しめるんじゃないかなと思います。で、上原彩子さんも YouTube やってらして、まあ、彩子さんも結構天然な方で、動画見たら小技のレッスン系が多かったんですね。で、彩子さんも確かにすごいアプローチとパターとバンカーとかショートゲーム上手な方なので、ぜひそこはもう私たちも本当に勉強させていただきたいぐらい皆さんに発信してらっしゃるので、ぜひぜひ皆さん見ていただけたらなと思います。で、青山香里選手もやってますね。結構この世代やってる人多いんだね。青山先輩はレッスン系の動画が多いんですけど、ご自身がスタジオやってらっしゃるってこともあって、コラボの動画とかであったり、インドア練習場のやつとかもやってらっしゃるのかな。なんか結構そういうレッスン系が主にやってらっしゃるので、ぜひ見ていただけたらと思います。
で横峯さくらさんもやってますね。本当にさくらさんとあやこさんとあかねさんとかマジで絶対やらないタイプだと思って、やらないタイプっていうかなんかちょっとね先輩だけどそんなに喋るのが得意じゃない人たちだったイメージなんですよ。その会話するのはね、全然もちろん大丈夫なんですけど、人前で喋ってくださいっていうのが得意な方じゃないイメージだったからすごい意外だった。でさくらさんは結構あの試合の報告だったりとか、ね、やっぱりお子さんがいらっしゃるので、お子さんがいながら試合に出てらっしゃる方ってすごく少ないので、そういった子育てとかご家庭がある中でやっぱりゴルフされる方も多いと思うんですけど、まあ、そういった中でどういう練習をしているのかっていうのが本当にすごく参考になる方も多いんじゃないかなと思うので、ぜひその辺も見ていただけたらと思います。渋野日向子選手、まあ、これはもうね、渋子のチャンネルはもう渋子のファンの方がたくさん見てると思うんですが、彼女はもうレッスンとかほぼないですねもうだらだらずっと喋ってるイメージあるんですけど、なんかまあほんと渋子らしいというか、てかもうほぼほぼ化粧してないんですよあの人、ね、すっぴん率高すぎないあれでもね、そういうのも全然平気な子なんですよね。なんかそういう飾らない渋子の姿を見て癒される動画が多いんじゃないかなと思います。高島沙友理選手、高島沙友理ちゃんはもうほんと飛ばし屋っていうので有名な選手だったので、飛ばしの秘訣とかを教えてるレッスン動画とかも多いので、やっぱり飛ばしたい方はぜひ見ていただきたいアカウントになってます。で大里桃子選手、桃子ちゃんはレッスン系もやってるし、なんかねすごい面白いこといろいろやってるなっていう印象です。あのいろんな選手とコラボしたラウンドもするけど、英語禁止にしてみたりとか、〇〇が上手な女子プロ発表みたいな、女子プロゴルファーのいろんな顔が垣間見える YouTube だなと思うことが多かったです。こういうのやるんだっていうのが結構意外だったから、ぜひ皆さんにも見てもらいたいなと思います。新しい一面が見えるかなと思います。これが最後ですね。藤本麻子プロ、この人は完全にふざけてますゴルフの試合の報告結構上げてるんですけど、あのもうザ YouTube みたいな、もうなんかコーラ一気飲みしてみたりとかもうそういう明るい選手なので、もちろん試合中はもう真剣にやってますけど、あのいつもそうやってこうなんか人生を楽しんでるなっていう感覚があって、ネガティブになった時とかは本当にこういうの見ときたいなみたいなのがあるから、あのぜひそういうね楽しい気分になりたい時とかはぜひアーコって呼んでるんですけど、藤本麻子選手の YouTube を見ていただけたらなと思います。というわけで2468と13人の YouTube アカウント、もしかしたらまだまだやってらっしゃる方いるかもしれませんけども、なかなかみんな自分の練習で忙しい中で YouTube 上げるって大変だと思うんですけど、まあ、その中でもコツコツやってる方も多いと思うので、ぜひ応援していただけたらと思います。いろんな女子プロの素顔を紹介していけたらいいなと思ってますので、これからも応援よろしくお願いします。というわけで女子プロゴルファーの YouTube 紹介でした。